いからやってきたのか不思議。タイムトンネルジョンジョンジョン、現れ消える、あれは全ダマン、正義の守り神、操るメカ全ダライオン、無敵は素敵。ゼンダマン、輝けゼンダマン。ここはおなじみのもんじゃ研究所。そしてあちらに見えるのが、これまたおなじみムージョ屋敷。ムージョ様、またもんじゃ博士が動き出しましたで。え、本当かい？どんな動きなの？どんな猪木なのよ。まばたきしよったん。だーらもうどんちゃんといると疲れるから。あ、今度はほんまの情報が入ったようや。佐田君の潔白宣言もよかったが、わしゃやっぱり民謡の方がええもんじゃ。いやあ、会津磐梯山は宝の山。え、なんじゃと？会津磐梯山は宝の山じゃと？うん、もしかしたら命のもとは会津磐梯山に。小原庄助さん、なんで新書を潰したった？いや、あった、これこそ歌に歌われた小原庄助さん愛用の大杯じゃもんじゃ。早速調べてみるもんじゃ。ポチッと。ああ、1860年の会津か。しかしこの美しい光は何じゃもんじゃ。いつもは出ないのに。もしかしたら今度こそ本当に命のもとかもしれんぞ。一週間のご無沙汰でした、民謡のど自慢のお時間でございます。いや、こらこら、お前たち早くあっち行け。はい、いらっしゃい、一番もんじゃ節どうぞ。なんじゃもんじゃはいい男はよいよいと。じゃーずおめでとうございます。おじいちゃんが優勝です。お祝いの礼をどうぞ。おめでとうさん。うわ、助けてくれ、これ取って。いや、助けてあげたいのは山々なんですけど、この礼は100キロ回るんですよ。その代わりと言っちゃなんでございますか、こっちを取ってあげますからね。それはではさようなら。アリベデルチ。じゃあね。いやー、もうそれ返せ。ちくしょう、こらー。今週のメカは強そうだね。史上最強と言われるティラノザウルスがモデルですから。私ドン十郎がモデルかと思った。あっ。グダグダ食べてにゃいで早く出発せい。いいかい、今日こそ命のもとを絶対手に入れるんだ。では出発。あっちゃに盗まれちゃったの？でも面目ないもんじゃ。しょうがない博士だな、まったく。で、場所はどこです？1860年の会津じゃ。よし、早速善玉に知らせなくちゃ。行こう、さくらちゃん。え？命のもと奴らに渡すな。ゼンダアクタ、ゼンダアクタ、ワオワオ、力自慢でのど自慢、ポポ、歌えばみんな振り返る、ポポ、やんやとよいこぼ、手をたたく、さくらちゃん乗ったら恥ずかし、ポポ、てっちゃん乗せたら勇まし、ポポ、シュシュポポ、シュシュポポ、シュシュポポ、胸に輝くプレートは
獅子の十六力任せにいつ走る。おいらライオンゼンダライオンバオバオバオ。会津解説しよう。ここは明治維新前夜の会津、後ろにそびえ立つのが磐梯山、そしてここが小原庄助さんの屋敷のはずだけど。あら、ムージュ様えらい行列ですね。一体何事でしょう。富くじでも売ってんのとっちゃうか。行ってみよう。ちょいとおばあちゃん、ここ小原庄助さんの家でしょ。うーにゃ、大原庄助様のお屋敷。大原庄助様、朝寝朝咲きが大好きな庄助さんの家でしょうが。んだ、一度は潰れたが今じゃ前より豪勢になっただよ。それというのも風石な水って大儲けしてるでな。不思議な水だって。その水飲むと若返って元気が出るんだ。ちょっと、それ命のもとだわ。なんだですね、無女様、苦節一年頑張った甲斐がありましたな。にゃらちゃん、元は回転ガキにゃーっと。本当によくやるよな、あのドラ猫。よっよっ。へえ、大切な命のもと、ありがとうございますだ。あっ、我が命のもとだ。わあ、では、飛んだ。これが命のもとだ。で、で、おいしい、間違いない、間違いない、命のもと。よこせ。あ、これ何するだ、やめり、やめりってば。今一緒にしたい、やっとしたい。うわあ、何事だ旦那様。あ、おめたち何するんだ。もう最後の一滴まで飲みましたよ。もうダメ。ほら、大事な命のもとを一滴も残したんじゃねえ。豚ども、これだけ飲んだからには100両払ってもらうからな。こぼれちゃもったいない。そう、こんないでよ。その代わりこれ手土産よ。わしが大切にしてた杯じゃ、もう出てこないと諦めていただに戦場の値打ちもんだ。命のもとならちゃんとあるだ。飲め飲め。あ、まだある。あ、しまった、一足遅かったか。あら、この線何かしら。あら、なんだか体の半分が軽くなるような、胸がときめくような変な気持ち。ちょっとムジョ様、半分だけ体が若くなった。ほんまや。お前たちだって命のもとの効果が現れたんですよ、きっと。けんどこれやったら化け物ですし。わかった、まだ命のもとが飲み足りないんですよ。心配いらねえだ、じき元に戻るだよ。え、戻る。何しろ命のもとを水で1000倍に薄めたもんだからな。そのまま飲んだら大変だ。大変でもいいから恋のを飲ませてよ。あら、戻っちゃう。ああ、戻っちゃう、戻っちゃう、戻っちゃう。やっぱりアクダマンは今の顔が似合ってるわ。あ、ゼンダマンだ。僕たちは善意の塊ゼンダマンです。世のため、人のため、命のもとを分けてくれませんか。ともで、いくら出すだに。いくらって、お金はありません。じゃダメだ。ああ、庄助さん、ダメったらダメだ。大切な命のもとただでやるバカどこにいる。スカプラケチ、一人占めするなんてひどいわ、ひどいわ、ひどいわよ。せっかく大敗持ってきてやったのに大敗にしろ。お前や、お前や。もう庄助さんの動きをマークしたら必ず命のもとのありかがわかるはずだよ。そうね。大変なこった。なんだって。何か掴んだのかもしれないわ。行ってみましょう。うん、あっちだこったん。よいしょ、おっしゃ。へへへ、こないな時にあのドラ猫をこきつこうたらよろしおまんな。ほんと、肝心な時にはどっか散らかっちゃうんだから、要領のいいドラ猫だよね。無女様どうしたのって。ここが庄助の部屋の上。人よ人よ、二よ。あんなにも買ってよ。
え、どれ、あの僕ちゃんにもちょっと見せて。ちょっと押さないで、押さない、ちょっとダメだ、危ない、ちょっと、デモンの、おのれあ、ドブネズミめ正体現し、どこ、やめて、ちょっと、痛いわよ。うら、どうだ、旦那様、大変でございます。バケモンみたいな乗り物がマルシヌマの方へ行っちゃった。な、なんだと、そりゃ大変だ。あらー、うわー、無女様、今の様子じゃマルヒヌマとかに命の元があるに違いありませんよ。バケモンみたいな乗り物言うたらわいらの恐竜メカや。あ、もしかしてニャラちゃん、トケトンジのすぐ後へ。どんどこさっせん。にゃんごにゃんごにゃんごと、さてもうすぐ待ちに待った命の元が飲めるにゃん。にゃはははあの猫、初めからここを知ってたみたいだな。誰か来るわ。え、こら、ドラ猫、早く沼から出るな。命の元が汚れるでねえか。威張りにゃ、命の元は我が輩のものだにゃ。あらちょこにゃ、あらこにゃ。この野郎、生意気なドラ猫め、大事な命の元の中で泳ぐなんてとんでもねえだ。にゃにくそ、負けるものか。にゃっと、にゃっと、にゃ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 っとら。このドラ猫、三味線にしてくれるだ。後ろ縦書き、飛び蹴り書き。くるっと回ってにゃんこの目。見なくてねえだ。ここを人に知られたら大変だ。もう遅いよ。お前たちはさっきのつけてきた甲斐があった。命の元は全部私がいただくよ。黙れ黙れ、命の元はわしのもんだ。誰にも渡すもんかい。ここは一番ドン十郎。あ、任せておくんなせ。ふにゃっと、ガッガキ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 ガ同じく2号、ただいま参上。愛よる魂全散。こっちも行くよ。天が呼んだか血が招いたか、負の塊が下まん中は愛よる魂エース。痛いな、でも頑張るぞ。このポーズ成功したことないんだから。あんまり無理すると神経痛が出るわよ、中年の皆さん。かわいい顔してるくせに言うことが生意気だね。よし、メカで勝負。ダンダゴー。アマタン、頼むぞ。オッケーのコッタン。おい、ゼンダライオン、リンゴ作るコッタン。任せてね。組
全国1000万のメカレスファンの皆さん、こんにちは。友山武雄です。ここは会津磐梯山のふもと、マルヒ沼特設リングで、ただいまより世紀の一戦が行われようとしております。どんのさん、この会津決戦はどっちが勝つでしょうかね。あんたはそりゃ会津や。おっちょっち、今人気絶頂のトミー山氏が登場しました。ただいまより命のもと争奪世界ウルトラヘビー級タイトルマッチ、反則あり無制限一本勝負を行います。青コーナー2600パウンド、1/2、善玉ジム所属、善玉ゴリラ。お待たせ、善玉ゴリランアレ。赤コーナー4500パウンド、1/3、悪玉ジム所属、恐竜メーカー。レフリー、どっちでもいいぞ。どっちでもいいぞ。はい、ちょっと待て、ゴリラ。戦いの踊り漏れてた、ゴリラ。あら、あら、また例の悪趣味踊りやるようですよ。あれら、ラリラ、あれら、ゴリラ、レラ、ゆくゴリラ、ラッシュラッシュ、パンチ&パンチ。どんどんさん、恐竜メーカーは手も足も出ませんね。一体どうなるとお思いですか。今いいとこないよ、無理。なんだ恐竜デモか、恐竜デモか、恐竜デモか、恐竜ダメだ。それじゃあ攻撃開始といきますか、ディボット。せーの、目覚め。でもか、モンメカメカ、恐竜でもか、モンメカメカ、ゴリラパーストンストンピンピン、こんにゃろこんにゃろこんにゃろ。どっち、アムージョ様出番ですよ。今週の悩ましポーズ。悩ましポーズ、こんなもんでどうかしらん。吐いた春の目覚め、春の目覚めはフラフラするよ。今週の必殺ウルトラ36万パンチ、やるやるやる、やられるぞきっとな。やるやるやる、やられるぞきっとな。ワンと蹴られてまた戻るで、ゴリラついに吹っ飛ばされてしまいました。ゼンダゴリラ、ゼンダゴリラしっかりして。ゼンダコトラ出番だぞ。負けたコトラ、やったやった、ついに見つけた。王者様よかったですね。命のもとはわてらのもんや。ところでどうやって命のもとを持って帰ろうかな。お任せください、この日のためにちゃんと用意してあります。コトラ神官、基地に帰らなければ修理は無理だコトラ。そんなにひどいのか。おい泥棒、命のもと泥棒、やめろ、それ全部わしのもんだ。あの泥棒、それはオラのもんだ。返せ、オラの大事な命のもとだ。持っていかないでくれ。あ、この時のために貯水タンクを内装していたのよ。トモッケ、お前世界一の天才。ジンダマンちゃんたちお先に失礼。畜生、逃がしてたまるか。わしの大事な
宝物が金儲けができなくなった人に示した罰が当たっただよ。遅い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 、帰ってきたら三人とも有罪にしてやる。何の刑にしてやるか楽しみだな。早く帰ってこい。大変なことになっちゃったね。果たしてゼンダマンたちは命のもとを取り返せるのか。それは次回のお楽しみ。最終回を見なかったら君はもう現代人とは言えないのだ。なんちゃって。命のもとを全部吸い取って一路現代に向かったムージョたち、必死に追うゼンダマン。ところがなぜかムージョたち現代にうまく帰れず、いろんな時代をうろちょろ。その上タンクに穴が開き、大事な命のもとがこぼれ出してしまったから、さあ大変。次回ゼンダマン、ああ命のもとゼンダマンをお楽しみに。命のもと未来へ過去へ、ゼンダマンやっつけて、ほいさっさとシャレコベ。悪いことするたびに人気が出ちゃう、そこが狙いの悪ダマン。お色気の天才の力の夢なのよ。これまた悪玉。